はい、こんにちは。デンタバ貴族のマスターです。今日紹介するのっていうか、あれですね。あげまして、おめでとうございます。今年もこんな感じでのんびりと更新していこうと思っております。よろしくお願いします。ということで、2018年一発目のレビューはこちら。エルフィーでいいのかな？なんか、すんなりエルフィーって読みたくない感じがするんだけど、海外のレビューとか見たらみんなエルフィーって言ってるんで、エルフィーということにしましょう。エルフィー RTA ですね。これ 23mm なんですけれども、まあ、最近増えてきたとはいえ、まだまだ少数派のシングルコイルの RTA でございます。で、これをね、コイルマスターさんからご提供いただきました。今日はこれを見ていきます。はい、箱を開けていきますとね、まあ、こんな感じで本体があって、予備のガラスですね。それからこっちの六角レンチ予備のオーリング芋ネジね、それからコイルが入ってます。コイルはこれ2つ入ってましたけど1個使っちゃいました。そんな感じでございます。さあ本体見ていきましょう。これね、23mm なんですけれども、タンクはガラスです。ポジピンのデシロはこんなところですね。エアフローは2段階調整です。ドリップチップは5点。こんな感じですね。でね、ここにこう、コイルマスターのロゴが入ってるんですけれども、ちょっと切り欠きっていうか凹んでるじゃないですか。これがね、指にかかってね、回しやすいんですよ。こういうデザインと機能が一体になったものっていうのは、私好きですね。はい、じゃあね、デッキを見ていきましょうか。はい、デッキはこんな感じですね。2ポール。まあ、シングルコイルですね。シングルコイル。Aホールのはなんかちょっと大きいですね。こんな感じ。これ何ミリぐらいなんだろう。4ミリぐらいですね。なんかシングルコイルだともう少しちっちゃくてもいいかなと思うんですけど、ここ中に、ちょっと見えづらいですけど、穴がね、1、2、3、4つと、こう4方向から入ってくる。こんな感じですね。一応なんかフレーバー寄りの設計ではあるとは思うんですけれどもね。さあ、こっちで、これはね、オーリングが効いてるんで、リキッド入ったままデッキにアクセスできそうですね。デッキにアクセスできそうです。チムニー裏はこんな感じですね。で、ここは、外れんのかな？外れないっすね。はい、ビルドはね、最近お気に入りのニクロムでやっております。ニクロムのね、ニクロム80の26ゲージですね。抵抗値はこんな感じで。はい、綺麗に熱が入っております。ビルド自体もものすごい簡単ですね。ここの穴にプスプスって通して閉めるだけなんでね。ここはいいとこです。はい、コットはね、こんな感じで。コットもね、そこまでシビアな感じではなかったですね。まあ、詰めすぎにちょっと気をつけた方がいいかなっていう印象です。なんでいいんじゃないですか。よいしょ。重曹ロールはね、ものすごく大きいんで、ニキチャはかなりやりやすいです。まあ、こんなところで吸っていきましょう。なんかちょっと半端な。炊いた、生成される煙の量とエアーが合ってないような気がするんだけど、
これね、多分ね、ドリッチがね、あんまり良くないんだと思うんだな。このグラムのやつに変えて、少し絞って、エアフローを絞って、若干笛鳴りあるっすね。若干鳴る。けどね、ドリッチはやっぱ少し細めの方がいいかな。これ内径何ミリ ?4 ミリとかのやつだったかな。4ミリか5ミリぐらいのやつだったと思うんですけども。付属のやつはね、あんまりいいドリッチとは言えないですね、これね。下の抵抗値、ハイワットで吸うんであればいいのかもしれないですけれども、まあ、今回みたいに 0.7 オム、0.8 オムでね、こう、おとなしく味を、なんだろうね、濃く吸いたいみたいなのには、このドリッチは向いてないかな。味がすげえ出るかっていうと、そうでもないですね。まあね、正直に言うと、これじゃなくてもいいかな感はありますね。なんか、取り立てて特徴がないというか、そうね、まあ、傑作ではないです。まあ、コイルマスターね、今RTA 作り始めて、RTA というかアトマを作り始めてね、まだそんなにこう、日数が経ってないので、率直に言うと、まあ、終作っていうレベルでしょうね、これは。なんか、偉そうになっちゃうんですけれども、こう、別に悪いところはないんです。悪いところはないんで、このまま何個か作っていけば、そのうちこう、なんかすげえいいのができそうだなっていう期待はありますね。まあ、そんなこんなで、可もなく不可もなくといった感じで、形が好きなら、まあ、買ってもいいのかな、みたいな、そんなところでございます。ということで、今年一発目のレビュー、こんな感じで、よろしくお願いします。ありがとうございました。